まずはハワイで絶対に買いたかったものを探します。イエーイ、明日のアロハシャツ、もう買わなきゃやし、お目当ては双子コーデができる可愛いアロハシャツ。もう可愛いよ、ちょっと一瞬見る、トロトロトロ、シュッシュッシュッと入って、シュッとね。こちらグアバショップはオーナーのロコガールがセレクトしたハワイらしくて可愛い洋服や雑貨が揃うお店。伊沢さんもこういうお店好きでしょ。大好きです。女子好きだもんな。すごい集中力が、目つき変わりましたね。本当に。でもこのカメラなんかいいですよね、二人表情がずっと見れてなんかいい。あ、可愛いね。可愛い。わ、なんかいい、可愛いっぽ。可愛いじゃん。可愛い。クッションカバー？違う？なんだろう。そうだね、クッションカバーっぽい。うんね。可愛いっぽい。え、すごい、洋服もいっぱいあるじゃん。あるね。パジャマみたいだよ。本当だ、ね。パジャマみたい。ね、可愛い。いっぱいあるね。あ、なんかこういうアロハシャツみたいなの本当欲しいね。ね、それ探しに行こうか、ね。アロハシャツ。アロハシャツがなかったため次のお店へ。これはなんか背中がリラックスしますね。お、なんかカエルは T シャツがあるぞ。うん。T シャツ屋さんかな、かわいい。気になるお店があればどんどん入ります。タンクトップ、アロハ系はないね。ないね。かわいい。じゃあ、Thank you, thank you. Thank you. バイ。これ可愛いお店シリーズ。そう、いっぱいあるの。アロハキャップ、可愛くない？可愛い、可愛い、アロハ。キャップ可愛い、キャップ可愛い、その色可愛いね。いいね、可愛い、可愛い、ハワイ感、ハワイ感出る。B さん可愛い。可愛いよね。うん。この色にしようかな。うん、可愛い。可愛いよね。うん、全部可愛い、このちょっとくすんだ感じ。確かに。可愛い。可愛いね。いい色。じゃあこれ。イエーイ。いや、アロハアロハ。じゃあこれじゃないんですよ。お二人。買ってくれる？いや、わかんない、うん、女の子ってね。お金を出す。いや。あれめっちゃ可愛い。可愛いよね。わかる。ムッとしてて可愛いし。アロハ。アロハ。アロハ。じゃーん。かわいい。かわいい。おしゃれ。なんかハワイっぽいけどおしゃれ。ね、しかもなんかちょっとテロンとしてるから、多分着やすい。これで S サイズ。おー、いいね。 S、M、 おっきい。でも大きくなさそうだよね。ね、でも、悩むね。アロハ、アロハ。でも悩む。でも欲しいと思ったら買うのが正解だと思う。買ってこう。じゃあ何でも買ってこう。じゃあこれ、イエーイ。S でーす。 S でーす。イエーイ。結局買ったのはアロハシャツではなく、アロハと書かれた T シャツとサンダル。まあいいか、アロハだから。そして2人にはもう一つ買いたいものが。なんだ。でもみんなにお土産も買わなきゃ。そうだよね。普段苦楽を共にしている乃木坂メンバーへのお土産。
果たして誰に何を買うのでしょうか。これあー、なんか前なんか誰かにもらった気がする。これ私これのさ、ハンドウォッシュ、うんうんうん、家で使ってるんだけど、うん、めっちゃいい匂い。そうなんや、うん、かわいい。こういうのがいいのかな。もうだってこれだったらさ、もうはい4人分。確かにみんなで分けてね。分けてね、4人分。迷っちゃうね。ねえ、迷っちゃう。お土産ってセンスだもんね。キーホルダーじゃないんだ。あら、かわいい。かわいいね。かわいい。大人もある？大人もある。アクティブだな。あらね、かわいいじゃん。こちらはオンラインショップから始めて人気に火がつき、実店舗を持つようになったビキニバード。スイムウェアから雑貨まで女の子らしい可愛いものが揃う人気セレクトショップです。可愛い。何、水着？え、水着っぽくない？めっちゃいいじゃん。本当だ、ね、超可愛いじゃん。超可愛い。焼けないしね、うん。どうですか白石さん、いいんですか？いいですよ、いいですよ。これ勇気ないな。確かにね、下半身。そう、下半身出ちゃう。かわいい。ね、かわいい、うん。明日の洋服。いいね。こういう。本当に目的忘れてない？これかわいくない？かわいい。似合いそう。本当？似合いそう。かわいい？かわいい。いいじゃん、いいよ、これ。お土産も買わない。そうだった、お土産。こういう小物もいいのかなって。キャンドル、これキャンドル、みんな好きだよね、キャンドル。好きだよね、喜びそう。キャンドル、コップ、かわいい。こういう水着ピン、かわいくない？かわいい。なんか誰かに買いたい。いいじゃん、あやめちゃん、あやめちゃんにつけてくれるよ、絶対つけてくれるかな。乃木坂4期生で選抜メンバーにも入っている筒井あやめちゃん15歳。2人にとっては一回り年下の妹的存在なんだそうです。一人一人イメージして買ってんだ。買おうよ、買ってあげよう、買ってあげよう、うん、やったね、バイバイ、バイバイ、かわいい、かわいい、ハワイ、あ、ハワイっぽビキニ、ビキニ、かわいい。何でも買っちゃおうかな、ビキニバード。ビキニバード。結局自分の買い物。もう一個あるやん。ね、大体ビキニバードしよう。XL。待って、まいちゃん、こんなのもあるけど。違う。プレス。違う。違う。ニップレスだ。かわいい。お部屋でパーティーする。お部屋でパーティーする。二人でニップレスパーティーしちゃう。かわいい。かわいい、ね。初めて見たハート。これかわいくない？めっちゃかわいい。ニップレスパーティーって何ですかね。何ですか？やだ。二人で内緒のパーティーできるね。あ、そろそろ開くのかな、ニップレスって。どんどん買うものが増えていきますけど。いや、これ本当に。一日目ですよ、まだ。ね、初日で。でもあれか、帰りにしなくてもっと自由な時間帰りに持つのかな。あー、うん。